どうも皆さんこんにちは、おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。めちゃくちゃ久々の動画投稿になります。なんで、動画をそもそも撮らなかったのかっていうのはあるんですけど、単純に時間がいろいろなかったのと、見たらちょっとわかると思うんですけど、引っ越したんですよね。で、引っ越しのためにやっぱりいろんなね、作業をしなきゃいけないとか、なんか必要なものを買ったりだとか、もういろいろね、もう仕事しながらしてると、とてもじゃないけどちょっとね、 YouTube の動画なかなかね、こう手がつけられなかったです。ただね、これからは、新居での、動画撮影っていうのをやっていきたいと思っていますので、ぜひね、楽しみにしていただければと思います。でね、今後やっぱりカメラのね、動画とかも本当はやりたいんで、今後積極的に動画をアップしていきます。で、本日はですね、引っ越しするにあたって、新しくね、購入したものがあります。なのでね、その購入して、今いろいろ買ったんですけど、これ買ってよかったなっていうものを今回は紹介できたらなと思いますので、そんなにね、長い動画じゃないので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。では行きましょう。はい、ではね、新居の紹介も、しつつちょっとね、見ていきたいと思うんですけど、まずね、この目の前に広がっているこのゴミみたいなもの、これフロアマットになります。よく見るとね、ここ全面こんな感じでフロアマットが敷いてあるんですけど、元々はね、もうちょっとね、こう茶色みがかった木のフローリングだったんですけど、ちょっとね、さすがに賃貸なんで、ちょっとね、傷つけるっていうのがちょっとなと思って、フロアマット買いました。で、これがね、割とね、やっぱ部屋にマッチしてるんですよね。で、これ楽天で買った3月のものになります。 20m 巻きのものをね、1本購入した感じになりますね。ただこんな感じでね、歯切れっていうのはどうしても出ちゃうんじゃないかなと思います。で、そのままちょっと映せないものもあるんで、そのまま進んでいくんですけど、次に、はい、洗濯機買いました。いや、もうね、ここね、見ていただけると、動画だとあんま伝わらないかもしれないんですけど、ここね、扉がめっちゃ狭いんですよ。狭くて、ドラム式とかはちょっともうね、入るのが難しい幅になってます。でもね、できる限りやっぱり新しいものが欲しいなって思って、パナソニックのね、これ多分今年の6月とかに発売されたなかなかの、新型のものだと思うんですけど、パナソニックの、NAFA8K2W っていう型番のものになっていて、このね、洗濯機を選んだ決め手っていうのが、まずこれ中が見えるんですよ。まだ中に靴下入ってるけどね、中が見えると。で、高さが割とある、高さが割とあるから、僕は身長180以上あるんで、結構ね、低いと使いづらいんですけど、このね、なんつうのかな、この身長高い人でもこう使いやすいように、ちょっと斜めにこっち向いてなってるのが結構やっぱいいなって思ってます。あとは前ね、ドラム式の洗濯機使ってた時あるんだけど、その時にね、自動でね、やっぱ洗剤入れてくれるのがね、めちゃくちゃ楽なんだよね。だからやっぱり自動で洗剤入れてくれるものだけは絶対に入れたいなと思って、もう確実にもうこれにしました。で、最近の縦型の洗濯機って、もちろん物によってはこう洗剤ね、液体洗剤自動で投入してくれるものとかもあるんだけど、かなりやっぱ少ないと。まだで、これがね、ほんと最近出たばかりの割と小型めの、8キロ洗えるものになってるんで、もう迷わず、これをね、選びました。で、めちゃくちゃね、静かで省エネ、水道料金もね、なかなかかからないっていう感じでエコなんで、そこもね、購入した、決め手かなと思います。はい、では次に行きましょう。はい、次に寝室にやってきました。何もないじゃんではなくてですね、ここにマットレスがあるんですね。マットレス買いました。これね、動画が伝わりにくいんですけど、クイーンサイズのものを買いました。で、どこのね、メーカーを買ったかと言いますと、はい、わかるかな、はい、ネルを買いました。このネルをね、買った理由っていうのは、僕やっぱり身長が高いので、これ柔らかすぎるね、ものだとね、腰痛になるんですよね、腰が痛くて。
まあ、だからネルはね割とねあの沈みにくくて、まあこう耐圧分散っていうのがまあすごく優れているんでこのサイズを選べましたし、サイズじゃないねこのネルをね選ん で10年保証もついてたし、かつね8月10日からサマーセールしてて 15% オフになってるんですよ。まあ、それを待って購入したっていう感じになります。いやいいでしょ。もうね今もう早速ね昨日寝たんですけど、結構もういつの間にかあの寝てたような感じでめちゃくちゃね、寝心地が良かったです。ちょっとねベッドフレームがまだちょっと届いてなくて、これから届く予定なんで、まあ、ちょっとこう地べたに寝てるんで、もうちょっとね寝心地はもしかしたら改善されるんじゃないかなと思ってます。で今敷いてるのはね、あのついでなんですけど、あのボックスシーツ、これ IKEA で買ったやつですね。まあ、興味ある方は、これも見てください。概要欄にね、商品リンク載せておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、新居ツアーというよりも、まあ、引っ越しでね、買ってよかったものをご紹介させていただいたんですが、まあ、他にもねもうすでにソファーを注文していたりだとか、あのねネットの工事をねまだちょっと続けてたりだとか、まあいろいろねこれから紹介するもの多いと思うんですけど、まあ、他にもねあの8月買ってよかったもの、ガジェット系をね、この後紹介したいなと思ってます。ずっとね動画上げなかった期間とかも結構ガジェットは買っていて、紹介したかったんですけどやっぱり時間がないっていうことで YouTube 撮れてなかったんで、そちらもね、8月買ってよかったものを、紹介していきたいと思いますので、ぜひともお楽しみにしていただければと思います。このチャンネルではですね、いつもまあどちらかというとまあカメラ関係であったりだとか、まあ、Vlog のね撮影とかもしてるんですけど、まあ、今後ねよりこう新居に引っ越したことで活発的にね動画を撮影していきますので、ぜひともね興味のある方はチャンネル登録、グッド、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあバイ。